ジョー、キング・オリバーは、ジャズのコルネット奏者で、バンドリーダーである。オリバーはミュートを使用した演奏を他に先駆けて、開拓し、その演奏スタイルを詳細に楽譜に記した。オリバーは特筆すべき、作曲家であり、デッパーマウス、ブルース、スイート・ライク・ジス、キャナル・ストリート・ブルース、ドクター・ジャズといった、今でもよく演奏されている曲を書いた。オリバーは、 ルイ・アームストロングの良き師であり、教師であった。アームストロングの最も有名な2つの録音、ウェストエンド・ブルースとウェザーバードは、オリバーの作曲である。オリバーの影響力は、ルイ・アームストロングが、もし、女王オリバーがいなかったら、今日のジャズはなかっただろうと主張するほどのものであった。ジョセフ・オリバーは、アセンション群ドナルドソンビルの近く、ルイジアナ州アベンに生まれ、青年時代に、 ニューオーリンズに引っ越した。オリバーはニューオーリンズブラスバンドやダンスバンドで、それに市の赤線地区であるストーリービルでもコルネットを演奏していた。オリバーはトロンボーン奏者であるキッド・オーリーと共にバンドを弾いていたが、そのバンドは1910年代のニューオーリンズで最もホットで最高のバンドだと考えられていた。オリバーは経済や人種間の垣根を越えて、 ニューオーリンズで大変な人気を博した。オリバーは人気があり、重労働階級の黒人ダンスホールから白人社会で初めて社交界入りする少女のパーティーまで演奏の仕事の需要はあった。オリバーの未亡人ステラ・オリバーへのインタビューがトゥレーン大学の法眼ジャズアーカイブにあり、これによれば1919 19年にオリバーが演奏していたダンスホールで突然喧嘩が起こり、 オリバーとバンドの団員たちは喧嘩を起こした人たちと一緒に警官に逮捕されてしまった。このことでオリバーはジムクローフォーのある南部を去る決心をしたのである。カリフォルニア州での旅の後、キングオリバーと彼のクレオールジャズバンドがロイヤルガーデンズで演奏していたことで1922年までにキングオリバーはシカゴでジャズの王様となっていた。 このバンドの事実上すべてのメンバーたちは有名なソロイストとして経歴を積んでいるところだった。パーソネルはオリバーがコルネット、プロテジェのルイ・アームストロングが第2コルネット、ベイビー・ドッツがドラムス、ジョニー・ドッツがクラリネット、リル・ハーディンがピアノ、オノレ・ダ・トリーがトロンボーン、ビル・ジョンソンがコントラバスとバンジョーだった。年のこのグループによる録音は、 より幅広い人々に集団的な即興演奏やディキシーランドジャズを聴かせた。1920年代の中高期にオリバーのバンドは古くからのニューオーリンズスタイルのジャズバンドと全国的に人気のより大きなダンスバンドとを混ぜたようなバンドに一変し、1926年にはキングオリバーと彼のディキシーシンコペーターズと名付けられた。 オリバーは死臭病に苦しみ演奏能力は衰え始めていたが、この10年を通して人気のあるバンドリーダーで居続けた。不幸なことにオリバーには音楽の力量ほどには詳細がなかった。どの工業主もオリバーのお金を着服していたのである。オリバーはサボイボールルームが快く支払うよりも多くの金額を要求したが、それにより仕事を失ってしまった。 同様により多くのお金を要求して、オリバーはニューヨーク市の有名なコットンクラブの契約も失った。そのことで若きデューク・エリントンが仕事を得て有名になったのだ。ウッドロン墓地のジョー、キング、オリバーの墓標世界恐慌はオリバーにとって厳しいものだった。シカゴの銀行が破綻してオリバーが老後の蓄えを失ったのは オリバーが彼のバンド全体を何とか雇っておこうと一時、しのぎの仕事をとってもがいていた時だったが、バンドはとうとう解散し、オリバーはジョージア州サバンナで立ち往生することになった。サバンナでは、オリバーは、ウィンバリー溶接ホールの管理人として働いた。1938年4月8日、ジョセフ、キング・オリバーは貧乏のうちに、下宿屋で死去した。オリバーは、 ニューヨーク市ブロンクス区にあるウッドロン墓地に埋葬された。この墓地には後にコールマン・ホーキンス、ライオネル・ハンプトン、W.C. ハンディ、ミルト、ジャクソン、マックス・ローチ、マイルス・デイビスなど、そうそうたるジャズの巨人たちも埋葬されることとなった。埋葬されているジャズの巨人たちすべてが成功できたのはパパジョーの偉大な業績のおかげである。演奏者としてオリバーは、 コルネットの音色を変化させることに非常な興味を持っていた。オリバーはミュートを使用した演奏の開拓者となった。彼のミュートはプランジャー、ヤマタカボウ、ビント、カップといったものをコルネットのベルに入れたものなどだ。オリバーがディキシーシンコペターズと録音したワワワという曲の功績でこうしたミュートを利用したテクニックにワウワウという名前がついたと信じられている。 オリバーはまた作曲家としても有名で、ティッパーマウス・ブルース、スイート・ライク・ジス、キャナル・ストリート・ブルース、ドクター・ジャズといった、今でもよく演奏される曲を書いている。アームストロングの有名な日の録音、ウェスト・エンド・ブルースと、ウェザー・バードは、オリバーの作曲である。オリバーは大抵コルネットを演奏していた。オリバーは、バディ・ボールデンを尊敬していて、初期に影響を受けた。 次にはオリバーがトミー・ラドニア、ポール・メアース、マグシー・スパニア、ルイ・スパニコ、ジョニー・ウィックス、そして一番有名なルイ・アームストロングといったニューオーリンズやシカゴの若いミュージシャンたちに大きな影響を与えた。オリバーはニューオーリンズで若きルイに最初のコルネットを与え、アームストロングを指導した。後にオリバーのバンドと録音したり演奏したりするためにルイをシカゴに呼んだ。 ルイは、ジョーのことを愛情を込めて、パパジョーと言って思い出し、ルイの人生すべてにわたって、オリバーを崇拝し、オリバーは自分のインスピレーションだと考えていた。アームストロングは、自伝、サッチも、マイライフインニューオーリンズで次のように述べている。彼のように演奏することを、私は狙っていた。私は今なお、もし、ジョーオリバーがいなかったら、 今日のジャズはなかっただろうと思っている。彼は、昇進証明のクリエイターだった。2007年に、インディアナ州リッチモンドのジェネットレコードウォークオブ、フェームの創立メンバーに就任した。アームストロング、ルイス、タッチも、マイライフ・イン・ニューオーリンズ、アメール、リプリントサービス・インク、ISBN978 から99億9722万6488。 シカゴのダンスホール。リンカーンガーデンズ。初期のジャズ人名事典、ビル・ジョンソン・ハット・サザン、アイリーン、ザ・ミュージック・オブ・ブラック・アメリカンズ、P379、WW ・ノート・アンド・カンパニー、ISBN 0393038432、バーンハート、スコット、ザ・ワールド・オブ・ジャズ・トランペット、P21、ハル・レナード・コーポレーション、ISBN 0634095277、 ありがとうございます。